私は今富山県の八千代町に来ています。越中おわらの風の盆で有名な八千代町ですが、これから夕方になりますと、向こうの町の方で、踊りが始まります。楽しみにしてましたので、私も楽しんで帰りたいと思います。おわら風の盆の歴史は元禄頃からと言われ、農作物の収穫の時期に豊年を祝って踊ったとも伝えられています。大正時代に入って何度か改良が加えられ、現在の洗練された踊りになったといいます。8月20日から30日までの前夜祭では、八千代町の11支部が順番に和踊りや町内流しを行い、9月1日から3日の風の盆を迎えます。しばらく歩いたところで、青年団の人たちが今夜の踊りの準備をしていました。今日の会場となるのはこの鏡町の一角。こちらでもぼんぼりの準備をしていました。毎年のことで手慣れたもんです。八千代町に夜の訪れです。観光客も続々と会場を目指して集まってきます。さて、いよいよ待ち焦がれていたおわら風の盆の始まりです。三味線が手を引きゃ太鼓がパンと笑ってさ。
見張った。前夜祭の踊りは夜10時頃まで続き、それぞれの町と伝統を披露しながら歌い踊り、八千代町全体が次第に盛り上がっていきます。そして初秋の風が吹く頃、八千代町は夏の終わりを告げます。